この気温だけじゃなくて、火山の噴火も、うん、地震もそ,、はあはあ、それからもうおそらく非常に確率が高いもうほとんどそうだと思ったら雷ですよ、はあ、あのそういうのを全部宇宙船が引き金、ね、トリガーになっていると、うんうん、それはどういうことかというと、うん、その高エネルギーの宇宙船というのはものすごくエネルギーが高い、うん、それからその。 もちろんその質量の大きいものは別にしてミューオンというような非常に小さなほとんど質量がないようなものは我々の体を通り抜けて地球も通り抜けていくんですねうん、うん、でニュートリノもそうなんだけど、うん、何もいたずらしないかというとそうじゃなくて、うん、ニュートリノだって光るでしょ、うん、だからその観測にかかったわけですようん、うん、でそれでそのサイズの大きい粒子がなどういういたずらをするかというと例、うん、えばですね、うんあの 火山の噴火というのは上にこう蓋がしてあってこれはえマグマそれでえーコーラと同じで揺さぶるとボンと出るでしょ触らずに宇宙船がマグマの中からガスを作るということが可能らしいでそれは昔で完全に水だけで宇宙船のある波長を持ったものをやるとこんなん活放するわけですね。